こんにちは、柴田です。今回はニューエクスのマイティスペースとポジティブグリッドのスパーク40のレビューです。先日ボスのデュアルキューブとポジティブグリッドのスパークミニのレビューを上げております。まあ、その時にねポジティブグリッド初めて鳴らしたんですけど、スパークミニってねこんな小さいんですよ。こんな小さいのに、ね、こう広がる、ほんと素晴らしいなというところで、今回はですね千葉管楽器にスパーク40と、僕的にはめちゃめちゃ注目株のニュー X、 ニュー X に関してはですね、私マルチエフェクターでニュー X の MG30 を使っておりまして、ここ最近はですねほぼほぼライン録音はそちらの MG30 でやってます。いいんですよニュー X。 アンプはね鳴らしたことないんでね、非常に期待しております。しかもこのニュー X はですねワイヤレスついてるんですよ。これですね、ワイヤレス付き、非常にお得ですよね。マルチエフェクターもねフットのスイッチがね別で付属されてたりしてね、サービス精神がねかなり、ね、いい感じなんですよね。いやはや楽しみです。まずねニュー X から鳴らしていきたいと思います。まあ、このニュー X もスパークもですねアプリで音を作り込んでいくような新感覚アンプなんですけれども、割とつまみも多くて、まあ、これだけでもね十分遊べそうです。なので今回プリセット入っている音をね鳴らしていきたいと思います。これね色で分かれてるんですね。アコギもねベースにも対応してない感じ。アプリでね作り込んだらねもっと面白い感じになるんでしょうけどね。これにちょっとリバーブ足してみましょうかね。もうちょっとアプリでね詰めていきたいなっていう感じはしますね。まあでもポテンシャルの高さはね非常に感じます。ただ筐体のね軽さというか、まあ、そんな軽くもないんですけど、
ちょっと重心がね割とこう高めにあるかなっていう感じですかね。続いてはポジティブグリッドのスパーク40、とりあえずセンターにしときましょうかね。ディレイモジュレーション、
ポジティブグリッドはですね、ちょっと突き抜けてるかもしれないですね。ただですね、やっぱりデジタル感があるんで、ちょっと違うなって思う人も結構いるかもしれないです。なので実際に千葉管楽器の様子を見てると、出入りが激しいアンプの一つでもありますよね。もちろん売れてるんですけど、その分、売りに来る人も多い。まあそれもね、また面白いところかなと。まあ、今度あえて、このポジティブグリッドと、ゴリゴリのアナログ、あのボックスのパスファインダーとかね、比較したら面白いかもしれないです。ちょっとやってみようかな。ではでは、今回はこんな感じで、ニューエックスももちろん良かったですけど、やっぱちょっと頭一つ抜けているのが、このポジティブグリッドかなという風な印象でございます。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。